はい、どうも、森坪です。皆さん、こんばんは、どうも、森坪の時間がやってまいりました。今日も、テール動画をやっていくんですけども、今日のオイルは、一味違います。はい、サムネとタイトルを見たらわかると思うんですけど、違いますよね。違いますね。うん、違うね。ボールタウンっていうところの、テール道具を今回、購入しました。一式、全部購入したんですけど、まあ、ボールタウンのテールといえば、SNS で話題となっている、こういうの、見たことありますよね、SNS で一回は。これを、実際に、動画でレビューしている方は、少ないんじゃないかなと思いまして。一応ね、特産 TV とかで、取り上げられてると思うんですけども、今回はね、ちょっと僕気になったんで、実際に購入しましたということで、購入したものを、紹介します。まず、これ、ストロングクリーナーといって、なんか、ウイスキーというか、なんかお酒みたいな入れ物に入ってる、すごいおしゃれなものですね。はい、こちら、ストロングクリーナーが一つ。あとはね、ブラシはね、3種類購入しました。こんな感じで。これが、豚です。これが豚。色がね、黒くないんですけど、これが豚。で、これが、馬。これが、ヤギかな。ヤギ毛の柔らかいブラシになっております。これが保湿用のクリーム。お化粧品みたいなんですよね。そうですね。うん。こちら、ボールタウンのアウトサイドワックスとインサイドワックス。これが外側に塗るオイル。で、こちらが内側に補給面に塗るオイルという風になっております。こちらをすべて購入しました。グローバルエリートのインフィニティですね。こちらを今回は、先ほど紹介したボールタウンの手入れセットでガチ手入れをやっていきます。手入れの中で気をつけないといけないところも紹介していきますので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。はい、それではね、実際に手入れをやっていきます。まずやることが、こちらのね、黒いブラシですね。これボールタウンではこのうまげなんですけど、うまげブラシで磨いていきます。それではね、やっていきます。こういう風に持ちますね。で、こう磨きます。このブラシはですね、なんかほうきで履くイメージっていう風にボールタウンの方がおっしゃっていたんですけど、こういう風にやります。でね、このね、オイル類なんですけどね、前のボールパーク名古屋の時代のオイルと、まあ中身はそう変わりはないんですけど、パッケージが新しくなったという風に言っておられました。で、中もやります。はい、まず1ステップ目が終わりましたね。砂を落としました。これでもね、しっかりツヤは出るんですけど、さらにこっから汚れ落としをしてピカピカにしていきます。すいません、忘れてました。一つ、これ最後に磨き上げるクロスですね、こちらを忘れてました。すいません、こちらを追加します。ストロングクリーナーで汚れ落としをしていきます。こちらの使い方がですね、これを開けます。で、こちらですね、こういうね、布巾などを用意します。指にね、こういうかけます。少しずつ取っていきます。こういってここに当てて、こう少しずつ取っていきます。今日はね、内側をやっていきますね。これね、あんまりこれは汚れが目立ってないんですけどね、実際に汚れがついているキャッチャーミットなど、僕これ使ったんですよ、一回。すごい汚れが落ちるんで、本当に汚れを落とす力は半端ないなって思いますね。落ちたところをこう変えて、一回一回変えていきます。これの繰り返しですね。汚れがね、内側にあまりついていないので、汚れ落としはこのくらいにします。なので僕が今まで使ってきた汚れ落としの中では間違いなく一番落ちますね。皆さんぜひ試してほしいですね。次ですね、まあこういう油分をちょっと取っていただいてですね、その次にやりたいのがこちら、保湿クリームを使っていきます。開けていただいたら柔らかいんですよ。これ柔らかいクリーム状のオイルなので、これはね、すぐ蒸発するので重くなりにくいらしいですね。でこちらをこういう風に塗ります。少しずつ塗り伸ばしていくっていう感じですね。で、塗ったらこちらの豚毛のブラシで細かくオイルをなじませていきます。こんな感じでね、やっていきます。外側にもね、やっていきますか。外側のね、色落ちもちょっとしているので塗っておきましょう。で、細かく磨く。はい、オッケー。次の作業ですね。インサイドワックスを塗っていきます。ちょっと使ったんで、いろいろついてるんですけど、まぁ、こんな感じのオイルですね。この保湿力が高いオイルとなっております。こちらを、こういうスポンジにポンポンって乗っけて、内側に塗ります。で、これもまた、さっきのブラシでオイルを入れていきます。摩擦で熱を起こして、内側にオイルを入れていくっていうイメージで、こういう細かくやっていきます。OK かな。すごい保湿されましたね。こんな感じ。見えますかね。いい感じやな。すごいいいな。
しっかり保湿された感じがしますね。次ですね、アウトサイドワックスということで外側に塗っていきます。アウトサイドワックスで、これは素手で塗るらしいです。これね、ベタつかないオイルなんですね。こっちは内側はちょっとベトベトしたオイルなんですけど、アウトサイドワックスはこういう対照的なね、サラサラしたオイルです。こちらをこういう風に手に取って少しずつ塗り伸ばしていきます。なんか重くならなさそうな質感のオイルですね。サラサラした本当に軽いオイルです。でこれをさっきのブラシで細かく入れていきます。でも外にね、なんかオイルを塗りまくったら重くなるっていうイメージが強いじゃないですか。でもこちらはなんか重くならないイメージ。うちは保湿力が高くて外はサラッと仕上げるっていう感じですね。最終仕上げですね。アウトサイドワックスを塗った後に、で最後ですね、こちらのオイルで最後やっていきます。本当に柔らかい毛なので本当に優しく磨くっていうイメージですね。やばないやばない、めっちゃ手がってる。やばいの、これ本当にすごいですね。やっぱり最後の仕上げっていうのが伝わってきますね。これでこれとこの最後のその茶色いクロスで仕上げるっていう感じですね。テカリがえぐい。オッケー、全体的に磨き終わりましたね。で最後ですね、こちらのクロス最後のこれ仕上げです。これね、音がすごいですよ。聞いておいてください。すごいですね、この音。ほんときめ細かいクロスで最後に磨きをかけてピッカピカにするっていう感じです。どうですかこのツヤ、すごいですよね。ツヤも半端ない。このボールタウンさんの技術はね、見ててもすごいんですけど、こうやってね、自分でこの体験してもすごい感動ですね。これはグローブがみるみる綺麗になっていく感じがわかる。終わりました。やばい、綺麗。ほら、ピッカピカですね。やばいっすね。これやばいな。これはやばい。よっしゃ、完成や。はい、手入れがすべて終了しました。グローブがね、こんな感じ。どうですか？ピッカピカですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。さっきまでピンク色だったんですけど、しっかり赤くなりましたね。色もしっかり戻りましたし、なんといっても重くなった感じが一切ないです。本当に重くなった感じが全然ない。その中でもね、僕が本当にすごいなって思うのはこんなんですよ。これこのストロングクリーナーがすごいね。今回は汚れがなかなかついてなかったんですけど、ボールタウンさんのインスタグラムをこちらに貼っておくんですけどもね、ドロッドロのグローバーですよ。まるで新品のように蘇るんです。本当にすごいオイルなので、気になった方はボールタウンさんのインスタグラムを貼っておきますので、気になる方はぜひ、そこでどのようにグローブが変わっていくかっていうのを見てみてください。ボールタウンさんのそのインスタグラムでですね、リンクが多分購入ページが貼ってあると思うんで、こういう手入れ道具をまあ買うこともできますし、名古屋から東京に移転してきたということで、ボールパーク名古屋からボールタウンという名前に変わったそうなんですけども、そのボールタウンの店舗に出向くことによって、ライブ磨きといって、このグローブをボールタウンのその横山さんという方がいるんですけども、その方が手入れをしてくれるというサービスもあります。そのね、2パターンの手入れ方法があるのでね、ぜひ気になった方はインスタグラムをフォローして、ぜひ気になることがあったら、問い合わせるなり、商品が気に入ったら購入するなりしてみてください。で今回ね、僕もう思い切って、全セット全ての商品を購入したんですけども、すごい満足です。まあ、正直言って本当に満足してますね。少し値段を張る部分はあるんですけども、気になった方はぜひ購入してみてください。それでは今日のロスボール以上です。エウリでした。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちら、フィールドフォースのインドアバッティングネットになります。こちら室内用に作られたバッティングネットで、軟式や硬式は対応しておりませんが、穴あきボールやウレタンボールを思い切り打てるバッティングギアとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、ローリングスのゴリスポがセレクトしたオイル4点セットになります。こちらがあればすぐにグローブを手入れできるような状態になっております。この2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。エールショット。